富田氏は、日本の氏族。宇田源氏佐々木支流で、大海八将の大海源氏の分流である出雲源氏の、氏族。宇田源氏佐々木氏族のその一人である、佐々木秀吉の伊豆尾の沖出雲領国主語、佐々木の力夫の次男で、沖安清の四男、四郎義康が、出雲国王軍と打者を領して、富田氏を名乗る。兄の頼康は、三軍、縁野号を領して、 縁屋氏を称した。門は、花は違い。富田義康の居城と田城は、後山古氏の居城となった。その後、出雲富田氏は、出雲守護職の教国家臣として使え、守護代、甘骨ね久の頃、教国氏の丘陵大御国に逃れた。桃山時代の武将で、朝倉氏の家臣富田長重なども、この出雲富田氏である。 丸に違い高羽伊勢国あの仏上上司都大一泊や、その着内伊予国和島藩祖、富田信孝はその子孫である。門は、丸に、伊隆羽。なお、富田信孝は後に改役され、子孫は、三戸藩士となった。その家系からは、三戸藩若年寄りで、尊能志士として活躍した、富田三安之助ともさだらが輩出されている。三安之助は、 天狗党の乱にて、獅子戸藩主、松平頼範を、三戸藩氏名代として奉じ、天狗党を率いて、三戸に侵駐し、対立関係にあった諸政党と衝突。これが幕府に反逆とみなされたため、後に降伏し、拘金された小賀藩で切腹した。その後、三戸藩が老あじま脇の次男とも政が継いで家計を存続させた。佐々木の力沖安樹 富田義康、富田氏、康氏、富田秀貞、富田忠貞、富田信貞、富田貞清イコール、富田貞直、富田直政、富田直秀、富田厚和、富田女子、富田一白、富田信隆、富田共貞イコール、富田智正。武蔵国児玉軍戸田憂八将の士族。武蔵七党中最大の武士団とされた、児玉党を構成する士族であり、 小玉氏の本州家から派生した。したがって、藤原姓とあるが、本来は、有道姓である。小玉党の本宗家三代目、小玉武蔵権森家行の三男である、小玉三郎親家が、父家行から、小玉軍の富田の領地を与えられ、土着して、富田三郎親家を名乗ったことから始まる。したがって、十二世紀中には、富田氏を名乗っている。兄に、 翔太裕香広氏がいる。小玉統計富田氏の一族は、東明、太平記、全太平記、北条五代記、関東いに戦六などの資料に名が見える。なお、親家は、木の国の所領を得ているが、武功を立てていたものではなく、幕府軍に受け取られた時、将軍家に力芸を見せたことで罪を許され、所領を得たという、変わった経歴を持っている。親家の長兄は、 小玉軍の栗崎の地へ行き、潮子を名乗り、時系は小玉軍の塩谷の地に土着して塩谷氏を名乗った。したがって小玉統計富田氏は正氏潮子塩谷氏と同族である。小玉等の家紋は軍配団専門であるが、本州家から領地を分与される際、その地名を主とするとともに、内輪の中の模様のみを変えた。そのため、基本は、 群配内輪であるが、種族ごとに、模様の方は異なる。富竹は、他の当種族と異なり、柄である竹が短めに描かれており、葉の方が強調されている。葉は全部で5枚。厳密には、下段の葉は4枚用、中段の葉は3枚用、上段の1枚も3枚用となっており、竹の上部に横長の方形が描かれている。特に細かい門名はない模様である。 富田金貨、富田金獣、富田近行二近し、ありがとうございます。